高校2です。自分は偏差値50前後で行きたい大学が55前後です。動画を見ながらですが、休校期間もあって1日8、9時間で英語と数学を勉強しました。しかし明日から登校で部活も始まります。近々塾も行ってみたいと思うんですが、受かるにはどのような勉強をすればいいですかあと部活や学校の両立はどうすればいいですか、えー、高校2年生で偏差値50で行きたい大学が55だったら、割と相当現実味を帯びているというか全然いけるし、 しかもこの期間に1日8から9時間勉強できてるっていう、その努力ができるっていうだけで相当すごいと思います。で、部活と学校の両立に関しては、まあ、そりゃね、部活やめた方が勉強に集中できるわけですよ。なので、あのそこは、あのもしどうしても部活やりたいんだったら部活やればいいし。っていうか、自分の人生なんでね、あのどこに自分の優先順位を置くのかっていうところですよ。偏差値50から55。うん、まあ、これぐらいだったら全然いけるな。 っていうふうに思うのであれば部活ね、そのまま続けてうまく両立させればいいし、えーまあ、どうすればいいですかっていう質問に対してこういう答え方をするのはちょっと難しい。違うかもしれないんですけど、まあえー、基本的に両立は難しいです。なので、どっちかをセーブしながら。まあ、だから部活全力でやって、もうヘトヘトになって、で、学校の勉強できないのであれば、もうそれはしょうがないし、ね、両立は難しいし、まあ、多少無理して、 あの勉強できるのはそれはそれでいいと思うけども、だったら部活やめた方がもっと勉強できるよねっていう話ではあるので、部活しない方が勉強できるのは当たり前なんですけど、まあそこは自分の人生なので、自分の人生の優先順位っていうものを決めながらね、部活どれぐらいやればいいかなと思いますま。両立はどうすればいいですかっていう質問に関しては、とにかく頑張るしかないです。めちゃめちゃ頑張る。モチベーション高く持って頑張るしかない。で、どのような勉強をすればいいかっていうことに関しては、そんな。 テクニカルなことをしなくてよくて、もう王道、もうとにかく単語帳、まあ、英語だったら単語を覚えて文法をしっかりやって、たくさん文章を読んで、練習して、もうそういう繰り返し、基本的なことをね、とにかく繰り返しあのやっていくっていうのがいいと思います。